こんにちは、先日ですね、WBA で、モンスターが、4団体統一を成功して、スーパーバンタム級に階級を上げた場合、その返上した、タイトルのうちの、WBA で、弟の拓磨選手が、まあ、次戦のポールバー、失礼しました、ボルネア戦をクリアした場合、モンスターが返上した WBA のタイトルで、決定戦が濃厚なんじゃないかという話が出ておりまして、まあ、そこで、現在拓磨選手が WBA の2位だと。で1位がクイで、その2位がその事実上の1位だと、最上位者で、その下から、リボリオソリスという元 WBA の、スーパーフライ級チャンピオンで、この選手は日本人ともね、関わりがあって、河野光平選手とか、大輝選手とか、まあ、もっと言えばそのリゴンドとか最近だとっていうところと、まあ、試合をしてる選手で、で山中選手もやってます、ね、とも、やってて、でその選手 と、まあ、順当にいけばその、ね、最上位者の2名での決定戦になると思うので、リボリオソリスっていうふうに、ね、思ったんですけど、そこのリボリオソリスの位置に拓磨選手 の、 その下ですね、ところにソリスが交代してドネアが上がってきたと、でもドネアっていうとね、モロニーとドネアで WBC、 タクマモンスターが返上した WBC の王座でっていう、ね、決定戦でっていう話があるので、まあ、タクマ選手とのは分かんないですけど、もしこれがね、実現したなら、個人的にモロニーとドネアも見たいけど、タクマ選手とドネアも見てみたいなと思いましたね。なのでもう本当にね、モンスターがスーパーバンタム級に上げた後も、面白いカードは本当盛りだくさんだなと、いうふうに思ったし、まだこれね、一つ一つ確認はしてないですけど、とりあえずその WBA と WBC かのところだけでも見ても熱いし、で、4団体あるんで、WBO と IBF でね、また見ても、また面白いしね。ただ、WBA に、ちょっと前のランキングなんですけど、ウォーレンとパヤノ、パヤノじゃない、失礼しました。アントニオ・ラッセルが上位につけてたんですよ、1位と2位に。だけど、この間の試合で両者負けたじゃないですか、ウォーレンも負けたし、ね、アントニオ・ラッセルもロドリゲスに負けたってところなので、そのね、上位の、2人ではなくなっちゃったんですけど、まあ、この2人がやっても面白かったかなというふうに思うし、まあ、いずれね、ウォーレンは元チャンピオンですし、ラッセルの弟なんかもかなり実力があるので、いずれ世界にね絡んでくると思うのでね、ドネアとなんていう対戦のね可能性もゼロではないだろうし、ドネアがチャンピオンになった場合とか、なのでね、いや本当に面白いなと、いうふうに思いましたね。しかもロドリゲスなんかはもうね、またチャンピオンになるだろうしね、エマニエル・ロドリゲスなんてこの間のね、アントニオ・ラッセル戦でまた評価をね上げたと思うし、なのでモンスターが返上したタイトルにも絡んでくるだろうしね、なのでね、WBO と IBF だけちょっとまだねあれなんですけど、とりあえず WBA のそのランキングのそのソリスの位置にドネアがつけたよというところの動画でした。はい、まあ皆さんね、ぜひこのドネア拓磨選手についてね、コメントございましたら、どしどしお寄せください。以上です。